恐れていたことが現実となった。東京上空に現れた巨大なスイカはイドムと断定された。人の心から生まれ、ウテルスによって醜く実体化したもの。その迎撃に準備された我々エイトだが、未だ万全とは言い難い。くしくも消息不明になっていた三日月が現れ、イドムを退けた。その出現は歓迎すべきだが、依然謎は多い。現在エイト監察下に置かれ再調査中である。イドム、三日月の出現、あの遺跡で発見された言霊の力が働いているのか。最近頻発している都内一帯での言霊の目撃例が気にかかる。風尾くん、どうしてるの？みんな勝手なことばかり言ってる。こっそり転校したんだろとか、死んじゃったんじゃないかとか。風尾くんのお母さんも詳しいことは教えてくれませんでした。ねえ、東京にいるって本当？一体何してるの？話したいことがたくさんあるのに。風尾くん、会いたいです。ナナ、これで君も晴れてエイトの一員だ。これからの戦いの運命は君のその手にかかってる。それを忘れないでくれ。僕頑張ります。それじゃあ持ち前戻ってくれ。はい、はい。まずいっすよ、ドイヤルさん、それ。俺がこのバッジもらえるまで何年かかったと思う？ふてくされないで見習いましょうよ、キバさんを。キバ？お前な、あいつが今何飲んでるか知ってるか？青汁だぞ、青汁。やつはな、いつもスティックタイプのを持ち歩いてて、飲みに行ってもいきなりそれをかき混ぜ出すんだぞ。そんな奴がだな、信用できるか、お前。大丈夫ですか、ドイヤラさん。まったくよ。やっ、なんだ統括官今日いないんだ。あかねちゃん、うちの追加予算の件どうなったか聞いてない？おいおい、今時何言ってんのよ、社長。今や主役は三日月なのよ。月光期の時代はもう終わったのよ。ドイヤラさん、ちょっと待ってくれ。もう2ヶ月も入金なしだぜ。弾薬の支払いまで持ち出しでやってるんだ。このままじゃうちだって持たないよ。そうですよ、月光期はあけぼの重工の汗と涙の結晶なんですから。おお、泣かせる話やの、ほんまに。よっしゃ、わしの力で採用したろやないか、あけ光期。ほんと？ああ、ほんまや。とりあえず10機ドーンと頼むで。おーし、おお、頼んだぞ、社長。おい、任せとけ。もう僕は今までの僕じゃないんだ。そうか、彼は石杉博士の
はい。あれから5年か。三日月と大井杉博士を失い、ゾーンの解体を余儀なくされた君だが、ようやくエイトを軌道に乗せた。正直、実現するとは信じられなかったよ。ゾーンの功績者だったとはいえ、その若さだ。並大抵ではなかったろ。お力添えをいただき、感謝しております。ところで、先日の六本木での映像を見た。あれは遊佐君だね。違うかね。一体、彼の身に何が起こったのだ。あの姿は。私の使命は、イドムの殲滅です。感情の入る余地などありません。人の心が生み出した怪物で、この現実が危機にさらされるとは。やけに静かだな、後ろは。ええ、女ばっかり何人も殺してるって話ですよ。嬉しいぞ、お前の暗く渦巻く想念の匂い。貴様の想念もらい受ける。撃てるっす。
体だけは気をつけるのよ。うん。楽しみのところ、あいすいません。なんだ小島君、あれを。はい、これなんですが、お釈迦になった初代月光機の装甲板を再利用しました。155ミリ砲を食らってもへじゃありません。しかもソムニウムコーティング済みです。社長、このままでは我が社は火の車です。屈辱ではありますが、この月光鍋を生産しましょう。護衛団をどうか。うーん、どこだワンダーセイビー。お待ちどうさま。あ、そこ置いといてくれ。はい、寿司だ。え、何寿司来てんだよ。毎度毎度毎度って、あの、え、ありがとうございました。あたしが頼んだんだよ。え、前祝いだ。前祝い？発注があったんだよ。発注？月光機十機。発注？やった！やった！どうしたの？その格好。制服だよ、エイトの。エイトって？帰ってきたんじゃないの、カズオ君。困るよ、渡されても。忙しいんだ、すごく。日記なんてそんな暇全然。どうでもいいんだ、私のことなんて。どうでもってことはないけど、戻りたくないんだ、前の僕に。待ってたのに、ずっと。大事にしないと後悔するわよ、友達は。忙しい時に何のこと言ってんだい。あ、じゃあ、たまいて。土井原さん、何にも覚えてないんですか。あ、何が。二日酔いに聞きますよ。おお、
こらえらいうまそうやないか。感激やな。土井原さん気づいてます？嘘つくとき関西弁になりますよ。
社長。社長、怪我ないか。木場さん、私のために嬉しい。トラウマ反応消滅、サブイドム全て撃破しました。了解。だが本体は必ずどこかに出現するはずよ。総員レベル B にて待機。ねえ、ここ私たちだけの秘密の場所にしよう。ね。いい？私がここに来て、カイガ君がいなかったら。絶対誰にも言っちゃダメよ。うん。約束破ったら針千本だから。どうした？あの扉、どこかで見たような気がして。エイトの全身ゾーンは古代に失われた精神文明を研究する機関だった。そしてこのウテルスの存在を突き止めた時、私たちの研究はおとぎ話ではなくなったの。イドムとはこのウテルスによって人の思いが物質化されたものなのよ。統括官、人にはいろいろな思いがあるはずですよね。ええ。だとしたら一体どんな思いが井戸を生み出すんですか？これは私の推測だけど、その人が持っている一番強烈な思いじゃないかしら。耐え難い悲しみとか、忘れられない憎しみとか。忘れられない憎しみ。和夫君、ちょっと寄りたいところがあるの。いいかな？構いませんけど。月影、やつが三日月が選んだ子供だ。
お前たち、ここで何してる？小さい頃、よくこんな場所で遊んだわ。ここは、私の思い出の場所があったところに似ているの。くだらんな。ねえ、あなたにはない？忘れたくても忘れられない思い出って。そんなものは何もない。嘘、そんなはずない。誰にだってあるはずよ、捨てられなかった思い出が。昔、一人の女の子がいたわ。その子にはとても仲のいい友達がいたの。その子と友達は二人だけの秘密の場所を持っていた。だがそいつはきっと友達を見捨てた。ああ、そんなもんだ。人を信じれば必ず裏切られる。俺はずっとそんなことばかり見続けてきた。違う。確かにその子は裏切ったかもしれない。でも決して平気だったわけじゃない。
私がここに来て、カイガ君がいなかったら、私が来たっていう合図にここに赤いビー玉も入れておくわ。うん。友達がいなくなってからも、その子は毎日ここを訪れた。謝りたい一心で。そして毎日赤いビー玉を入れ続けたの。お前。
ム上昇、世界線クロス、三日月転移、消滅します。統括官、三日月が
ナナちゃん過剰だけど、この間はごめん。僕、どうしても謝りたくて。